粗品です。せいやです。うん。らっしゃい。じゃあ、はい、なんかおもてなしちょっと、うん、軽く料理だけ作って。あ、ありました。はい、ちょっとあるもんでパパッとやります。あれだす。まあ、はい、もう昼前やからそんな、うん、くつろいでて。そんな食わんけどね。いや、まあ今日一応メインはグランピングやからさ。そうね。でもバーベキューとかもあると思うから。お前、白菜とか野菜食えるよな。あ、食えるな。オッケー、ちょっと食材見つけたから。マジ白菜好きやで、俺。オッケー、ちょっとこれ、嫌やって。ちょっとやばいって。いや、洗って食べれるから。ええー、ねん、お前のそれ。うん、うさぎの飯やん。洗って食うから。じゃあお前、洗って食え。ええー、ねん。お前、インスタで見たぞ、カップ焼きそばをこの辺に落としてるやつ。ソース焼きそば。ああ、全部こぼして。洗って食うから。あれどうしたん？え？どうしたん？こぼしたやつ？うん。洗って食べました。何なんすか？洗って食べたん？え、ほんまにそれやん。この間の静岡のロケでもお前、餅つきで、この、薄に入ってる、人間の上半身ぐらいの餅全部地面にこぼしてたやん、今日。プローンってやって。言うな。どうしたんや、あれ、お前。洗って食べました。何やねん、嘘つけよ。餅や。お、食べたやろ、一緒に洗って。まあ、それは洗って食べたけど、ソース焼きそば嘘つけや。洗って食べたやん。なんでやねん、お前。お前、カレー落としてどうすんねん、お前。お前、ローストビーフ好き？え、何ですか？ローストビーフ。ああ、いや、好き。いや、ちょっとね、マジで。いや、今日はちょっと料理しようと思ってたんよ。あ、してよ。でも寝坊したから食材がな。もう食材だって30分かけて買いに行って待つんだるよ。だるやばい。ちょっと玉ねぎだけあるんで。おお、え、料理やん。はい、ちょっと。ちょっといい、はい、何使うって。いや、ちょっと玉ねぎ今、ちょっとある食材でパパってやるわ、ほんまに。で、ローストビーフちょっと色悪いなと思ったら、ちょっとだけ過ぎてるからさ、よく焼いて。前の給料日やん、賞味期限。よく、危な、よく焼いて。よく焼いて採用すな、お前。お前、その野菜も大丈夫か、この玉ねぎも。大丈夫。玉ねぎ腐るとかないから。やるやろ。おい。お前んちの焼肉屋の色やろ。誰がやねん。誰が賞味期限切れてんの。ちょっとじゃあ、玉ねぎで料理作っていきます。玉ねぎメインの料理。そそらんなぁ。俺痩せたないねん。がっつりくれよ。玉ねぎなんかお前。何？怖いわー、マジで。何しようかな、玉ねぎ料理。玉ねぎ料理聞いたことないし。お前、これ返せよ、ルミネに。これ家やったらあかんで。いや、それ、いや、もうさ、ルミネに返したいねんけどさ、ああ、なかなか忘れんねんな、漫才でやるとき。やっぱ漫才のことで頭いっぱいになるからさ。ほんま？かっこいい。皮後でもの感じ。先皮むくやろ、どう考えても。まあまあ、ええか、別に。いや、これね、切ってから、まあ、剥くっていう。あ、剥きやすい。まあ、ちょっとね、今やりました、初めて。大丈夫、それ。手は洗ったの？うん、洗った。洗ってました？玉ねぎと一緒に洗ったから。玉ねぎと一緒に洗うなよ。なあ。いや、玉ねぎって殺菌作用もあるから。玉ねぎに？そう、ちょうどいいんですよね。え、手のばい菌とかを取ってくれる？まあまあ、その軽くね。ほんま？うん。知らん？オニオンウォッシングつって。知らん。めちゃくちゃモロッコで流行ったの。知らん？モロッコ。そう、モロッコで、あの、玉ねぎ料理ってのがあるんですよ、結構。国の引き出し、モロッコ。うん。ちょっとそれを今日は作るんで。皮を剥く順番。
で、この皮とかも、あの、むかんでいい皮と、剥いていい皮を見極めながらやってるんでね。あ、そんなんあるんですか？そうそうそう。頼むから全部剥いてくれよ。そのなんかトラックに引かれたみたいな。黒やとなんなん、その玉ねぎの。これはね、あの、え、見たことない。見たことない、そんなん。うわ、これいいよ。黒椒玉ねぎっていう、あの、ちょっと、ないやろ、そんなん。そういう品種改良したやつなんですけど。最悪やん。何をしてくれんの？あるでしょ、あの牛とかでも。黒い牛みたいな。黒い塩タンにあの、でっかいの黒い斑点ついてるみたいな、はいはい、そういうやつです。ちょっとブランドなんですよ。汚いだけやろ。ちゃんと、ちゃんとなりそうな。うわ、もう、ザクザク。何作んの？もうね、あ、しなびた。レタスか、それは。な、おー、野菜。いや、そお前の食べかけのさ、レタスやったからさ、レタスかなんか知らんけど、それ。サンチュみたいな。OK、気つけろ。どうしたんすか急に喋るの。いや、いい玉ねぎやから、目めっちゃ痛い。いや、あるけどな、それ。玉ねぎ切ったら涙出てくるみたいな。おお、いいね。いやこれどうすんの洗って食べます。なんだよ、おい。洗って食べんの俺やねん。いや、もう SDGs やからさ。じゃあもう、そんぐらいしてて、ええって。文句読んでたら、珍しい。宣言した。玉ねぎ切ったてで。おい、どういう神経してんの玉ねぎ切ったてやねん。オニオンウォーターで洗ってきます。オニオンウォーター。うわ、聞き方、最悪や。何をすんの？どうせ脱ぐからね、これ。何の意味もないんですか？ちょっと、水で、え、煮るん。いいリアクションやな。玉ねぎ料理番組来るで、コンビで俺。いや、今んとこ結構きついけどな。あ、それ何ですか？天かす。天かすよ。わあ、俺、サクサクした天かすがいのに。水。もう。いや、それ、やっぱ関西人めっちゃ天かす好きなの。ちょ、入れるの早いって天かす。いろんな料理に天かす入れるんですよ。後で入れんねん、天かす。最後にトッピングぐらいや。これ、玉ねぎ号と一緒に行くなよ。いいリアクションですね。いい質問ですね。いい料理。いや、これね、いい料理ってな、私はね、まあ、粗品さんにやっぱ驚いてほしいんですよね。やっぱ、このレシピ見て、ああ、こう、オムライスとか、もうそれはもういいんですよ。それ見たことない料理に挑戦してるから。いやーみたいな、もうやめよう、それ。責めんなよ、お前、おもてなしで。やめてくれよ。いいね。いや、これうまいから。え、よくやるんですか、その料理。いや、これもう常に初めてです、あなたに作るときは。アドリブで作ってます。難しいか。やめてー。いや、これね、まあ、ちょっと、毎回、俺が損してるというか、やっぱ、粗品って、もともとの食べ物のこのうまいっていう判定が辛いから、ちょっと俺の料理が報われへんとこあるんだよね。うまくても。そう、だからちょっと、もうちょい甘めで見てほしい、今日は。ごめんごめん、その茶色いやつ何その、それ、耳、その茶色いやつ何ここ、それ何マジで。そんなんあったちょ、何マジでおい、返事しろ。返事しろって、お前。それ何なあ。何やねん、その。玉ねぎの、味がしっかりつくまで。
じゃあ、そ茶色いやつなんやねん。お前、それ何？天かすが固まったんや。中に入ってた、デカめの天かす。嘘つけよ。ほんまや。ほんま嘘つけよ。嘘つけよ、お前。お前、食べさしのや皿だろ、お前。中に入ってた、なんかちゃうんかい。違う。おい。違う。信じるか。お前、うるさいね。信じるか、そんなの。いやいや、食べかけにね、お前。お前、うるさい。お前、食べかけのさ。うるさいな。パンチできんねんぞ、こっから。ちょっと、セイヤクッキング、後半に、出発なんやねん、それ。明日。皆さん、高評価、そしてチャンネル登録、お願いします。